右に右回り、はい、でね、それでストレートで、こう来たら左回ってね、左、あ、どっちもいいよ、自分でやりやすいそう、で、だから、ジャンプそう、後ろに行く、はい、これ打ち合わせだから、こう来たらパッと足変えて、サッと変えて、はい、ストレートし、こう来たらパッと足を変えて、そうで、ジャンプそれで打ち合わせで、もう一個は、それの応援でもっと簡単こう来たら右足とかして、くぐっといて、こっちに通して、はい、ストレートそうです、くぐりながら、くぐりながら足を外に出しといて、そうそうで、足がついてこない、これが右足出して、左足ついて、そうそうそう左も左足出して、軸に回ってあれ左出して、軸で回して、じゃあ、一緒じゃないですかさっきの周りだけど、見てないですか、はい起きておけば左足出して軸にしてそうで右やったら右足出しておいてついてくるそう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 だから大きめに動くよ、ね、左で足で出てくるでこっちも右足から出してそう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 でこっちの場合やったらパッて変えてそうそうねそうだしこっちやったらサイド回ってジャンプさっきの一緒やね一緒やね動きがはい、それはむずいけど、大きいボタンなんで、それで、はい、って感じじゃないですか。で、これをただくぐるだけの話。くぐって、軸作って、曲げて、いや、覚えたんですよ。大体分かるみたいな。ただ、横に足を出して、ジャッとやれば、四角で打てるし、こっちも、こう突っ込んできても、出す。ああ、上手だみたいな。うまい。こういう感じで来てるのかなって、はい。横から打てる。正面で戦うの。要はもう正面としてなくなりゃ危ない。だから、そう、さばいて、横から、そう、ガードをこの横から打ちなさい。単純に。こう来て、はい、あで、こっちやったら、こっち来たら、パーって、パーって、こっちやったら、パーって、足変えて、パーって、そう。で、スイングです。そう。このガードも、カッて、そう。で、いや、最初こうやって、ファイティングポーズしとって、パッて変えて、で、飛ぶ。はい。やると、正面で勝負しんくないです。真っ正面で。真っ正面で。真っ正面で。危ないよ。で、こっちやったら、くぐる。くぐって、そう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 、僕の肩越しにストレートですよ。だからめっちゃ四角に四角に、背中取るぐらいのイメージになると思います。こう来たら、背中取るぐらいの感じで、はい、いいよ、さらやさらし。左足でも、ま、回るうまいよね。左足は上手。こう、で、あ、うまいうまいうまい。これ綺麗。これと一緒、右も一緒。そう、距離が近いので多分右は打ちづらいので、もっと遠くてもね、右足だー遠いで、やると、もっと遠くてもいい。だからもっと遠くても近いよ。なので、さーって、そうそうそう、しっかり伸ばす。伸ばすけど伸ばすけど。そう。で、こっちのパッて変える。で、トップいいよ。パッて変える。飛ぶ、飛ぶ。で、そういうの方が距離ないです。もっと違う。そう、もっと離れる。で、バーって帰る、飛ぶ、飛ぶ。おー、いいわ、伸びたね。ストレート。その距離、その距離か。バーって帰る。バーッ、バーッ、バーッ。おー、いいね。これを、お前、右は。こういったら、くぐって、そうそうそう。これもだから、もう、くぐって、こう、お腹切れる位置や。右足だと思う。今、こう、重なると危ないから、そうそうそう。右足出して、小さく。そう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 。左足は小さく行くから。右足をって、ここまで行くから、やりにくいけど。大きく小さく。そう、大きく小さく違うと読みます。で、その多分左足の動く場所がね、こうなってちっちゃくていいですよ。そういう。でもこっちの方行った方がいい。そういうことです。いいですか、順番でね。右足、左足って感じで、ねはい。こっちの方がめちゃ楽に動くよね、こっちだったら。バーッて、ドン。ああ、少しジャンプね。起きて、じゃあ、僕のガードもちゃんと上がってるんでね。はい、ガードから、いい、ぐーって、はい、お前、お前、お前、はい、ラスト。じゃあ、こっちは、パッて帰る。